1917年のむつび村1915年6月5日に開催された雪彩とおたうえ祭り1962年に岡崎市に編入されたむつび町むつび町はかつて愛知県壁海軍にあった町である現在の岡崎市の南西部矢作川の東岸である新編岡崎市総集編20新編岡崎市,市編纂委員会 1993年3月15日、614ページ。岡崎市、教えて、バンク、地域振興、観光振興、雪咲とお田植え祭りについて知りたい。野野山勝彦、大城祭、雪咲と野野山勝彦、2014年4月1日、55ページ。新編岡崎市現代の新編岡崎市編纂委員会。 1985年12月28日、614ページ。ABCDE、新編岡崎市現代の新編岡崎市編纂委員会。1985年12月28日、272ページ。市政大よりナンバー92、岡崎市役所。P1、2020年3月8日閲覧。岡崎市合併後に、結び北中学校を分離。 岡崎市合併後に、むつび北部小学校、むつび西部小学校を分離、1943年12月16日休止、1959年11月20日廃止、停留所扱い、1915年を廃止、映画年間戦後編別冊全国映画館6962本図書センター、1999年、 同文献を出展としている1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。